シャムさんっていう方です。いいですか、素晴らしいです、素晴らしいですよ、うん、お願いします。感じです。はい、こんにちは、くるみアロマです。はい、今回はですね、なんとツイッターのトレンドにあの人の名前が載ってました。シャムさんっていう方です。で、私シャムさんってぶっちゃけ知らなかったんですけど、まあ、去年私が1月ぐらいに柴田さんの件で炎上したことがあった時に、お前シャム以下だろ、シャム以下だろみたいな感じで、まあ、すごい、まあ、リプライとか、まあ、嫌がらせコメントが来てたんですよ。でも私ね、それをすごいもらって、とりあえず傷ついてたんですよ。で、まあ、とりあえずシャムさんってどんな方なのか知らないし、まあ、とりあえずなんか嫌がらせを言われてるっていう感じはしてて、すごい嫌だったんですけど、まあ、実際ね、このシャムさんっていう方が復帰しましたっていうこのことが上がってたんですね。お久しぶりです、シャムです。僕は今引きこもり支援施設に通い、ボランティア活動をしています。主な活動内容は喫茶店やバザー運営の手伝いなどをしています。僕は将来引きこもりの方や引きこもりの高校に持つ親の支援をしたいと考えてますというふうに書いています。いや、素晴らしいじゃないですか。素晴らしいです、素晴らしいですよ、うん。でまあ、私もね、まあ、ボランティア活動とか結構好きで、まあ、やってたんで、まあ、もしかしたらね、気が合うんじゃないかっていうふうに、思いまして、まあ、もしよかったらですね、まあ、今度午前中オフ会一緒に開きませんかとかって思ってるんですよ。まあ、5月ぐらいにも実はまあやったんですけれども、まあ、このね、シャムさんっていう方に私ちょっと興味があったんで、まあ、もしよかったらですけど、でも私ちょっとあんまり時間ないんで、午前中にできればオフ会を開きたいなと思っていて、で、まあ、このシャムさんという方と一緒にやりたいと思ってます。で、もし、まあ、よかったらですけど、応援団体さんの方からリプライがあると思うので、もしよかったら返事していただけないかなというふうに思ってます。まあ、もしよかったら、その詳しい内容とか日程とかはまた別途でお話しさせていただくということで、とりあえずもしね、よかったらですけど、お願いしたいなと思っております。お願いしますみたいな感じです。はい、ということで、今回のお話とさせていただきました。